日本埼玉県埼玉市北区、あずま大成町、あずま大成町は、埼玉県埼玉市北区の町名。現行行政地名は、あずま大成町1丁目及びあずま大成町2丁目。住居表示水市地区。郵便番号は331-0814。埼玉市中北部の大宮台地上に位置する。西側を、高崎線、東側をおおむね埼玉県道164号。 コーノス・オケ川埼玉線に挟まれた南北に細長い、町域を有する。北側から東側にかけて、宮原町や上竹町、南側で土手町、西側で大成町と隣接する。地内は市街各域で、北部は純工業地域、南部は第一種居住地区に指定されている。大成町の東に町域があることが、町名の由来。 住宅地の地価は2015年1月1日の工事地価によれば、東大成長1丁目99番2の地点で19万2千円、平方メートルとなっている。2017年9月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区の西端を高崎線が通り、2丁目の中央部を東北。 上越新幹線及び埼玉新都市交通稲線が斜めに横切るが、いずれも地内に駅は設置されていない。周辺に北大宮駅、鉄道博物館駅、鴨宮駅がある。かつては地内に若竹幼稚園も立地していた。ありがとうございます。